平野紫仕様、金プリ振付師と再会、地なる展開に期待高まる、何か始まるワクワクなこと東京平野仕様さんが、ダンサーのリーハタさんとの再会を喜んでファンに報告し、その未来への期待が高まっています。23日、平野さんは自身のインスタグラムアカウントで二人の共演写真を公開し、 これに対するファンの熱狂的な反応が寄せられました。投稿された写真には、平野潮さんと林畑さんがお揃いのファッションでカメラの前に立つ様子が映っています。彼らは共にベースボールキャップをこむり、米国のヒッツホッパー2泊への T シャツを身にまとっており、スタイリッシュでクールな雰囲気を醸し出しています。この投稿に対してファンからは何か始まるのかな また、リンハタさんの振り付けを踊る仕様くんが見たい、ワクワクなことが始まるのかなリエさんとのタッグ最高といった興奮したコメントが相次ぎました。それだけでなく、平野仕様さんとリンハタさんの再会が、新たなプロジェクトや共同作業の用紙である可能性についての期待が高まっています。 リーハタさんは単なるダンサーに止まらず実力派の振付師としても知られており、特にキングプリンスへのファンにはお馴染みの存在です。彼女は過去に平野志耀さんがキングプリンスへの楽曲、一番や月読みで披露した振付を担当しており、その才能とクリエイティビティが高く評価されています。この再会が示唆するものは何でしょうか ファンたちは新たなプロジェクトや共同作業の発表に期待しており、それに伴うワクワク感が SNS へで共有されています。また、平野耀さんとリーハタさんのタッグは過去にも素晴らしいエンターテイメントを生み出してきました。そのため、再び彼らが連携することがファンにとっては待望の出来事と言えるでしょう。リーハタさんの振り付けが キングプリンスへの楽曲に独自の魅力を加え、ファンの心を掴んできました。そのため、彼女の振り付けに平野紫耀さんが再び挑戦することは、多くの人にとって楽しみな展開となりそうです。結論。平野紫耀さんと林畑さんの再会は、ファンにとって待望の瞬間となりました。 両者の共演は過去にも素晴らしいエンターテイメントを生み出し、新たなプロジェクトや共同作業の用紙として期待されています。リンハタさんの振り付けと平野紫耀さんのパフォーマンスのコンビネーションはファンの心をつかみ、彼らの熱狂的な支持を集めています。今後の展開がますます注目されることは間違いありません。 ファンはワクワク感を胸に、平野耀さんと居畑さんの新たなプロジェクトを楽しみにしています。